ダッパーワーラーたち、ダッパーワーラーとは、インド西部の大都市ムンバイにおいて、家庭で調理した弁当を個別に集め、オフィスワーカーの勤務先へ届ける、弁当配達ビジネスに携わる、人々のことである。大量の弁当箱を運ぶダッパーワーラー、ダッパーワーラーの最大の特徴は、それが高度に組織化されたビジネスとなっていることである。ムンバイでのビジネスは100年以上の歴史を持ち、 現在のインドを語る上で欠かせないものとなっている。英領植民地時代、イギリス企業で働いていたインド人の多くは、自分たちの勤務先で休されるイギリス式の食事に嫌気がさしていた。単に食民が思考に合わないというだけでなく、ヒンドゥー教やイスラーム教の近畿に触れるという問題もあった。また、インド特有のカースト制の問題もあり、 カイのカースト出身者が作った食事を食べることにも抵抗があったため、インド人向けにインド料理を教することも難しかった。そのため、自宅で家族が調理した昼食を勤務先へ届けるというビジネスが始まった。現在でもダッパーワーラーの主な顧客はムンバイなど大都市で働くインド人のビジネスマンである。また、伝統的にインド料理では、 金属製の食器が用いられるため、弁当箱も金属製で軽量で、持ち運びが容易であるため、一人で大量の弁当を運ぶことが可能になっており、これにより現代まで低料金での配達ビジネスを成立させている。伝統的なダッパーワーラーは配達のみを行うが、最近ではカースト制による差別も次第に緩んできたことから、中身の調理まで受け負う本当の意味での、 弁当屋も出現している。標準的なステンレス製で三段重ねのダッパーダッパーとは、箱、容器を意味する言葉である。同じくワーラーは、様々な名詞、形容詞などと結びついて、する人と関係した職業の人といった名詞を作り出す語であり、字面としては、弁当箱の運び屋といった意味である。また、インドでは、ティファンという言葉が、 軽い昼食を指して使われることも多く、転じて昼食を運ぶための箱を意味する場合もある。そのため、ダッパーワーラーは、ティファンワーラーとも呼ばれる。毎日17万5000個以上の弁当箱が、利用客の自宅とオフィスの間を行き来し、それを同じく毎日4500から5000人のダッパーワーラーたちが定料金で、ほぼ確実にランチタイムに間に合わせて配達している。 最近の調査によれば配達間違いは600万個にわずか一つの割合でしか起きていない。このビジネスはイギリス BBC のドキュメンタリー番組でも取り上げられ、さらにイギリスのチャールズ皇太子がインド訪問中にダッパーワーラーを見学するなど、急走四国であるイギリスからの注目度も高い。このように海外から注目されたこともあって、ダッパーワーラーの経営者が インドのビジネススクールなどにゲスト講師として招かれるなど、インド国内はもとより、西洋近代的なハイテクによらない人的ネットワークによる配達ビジネスの成功に、欧米諸国からも注目が集まっている。列車に弁当箱を乗せているタッパーワーラー各家庭から集められた弁当箱は、配達先が近辺であればそのまま個別配送されるが、 遠邦の場合には一度都市単位に集めてから鉄道に乗せ、最寄り駅から配送担当者に渡すという方式をとっている。ダッパーワーラーたちの弁当配達ビジネスは現在も基本的にほとんどの工程が人の手による作業で賄われているが、その一方で近代的なコンピュータによる情報技術も導入し始めている。現在は携帯電話からのメールを利用した 配達予約サービスも行っており、また同様に時代の流れに合わせて、ウェブサイトからの配達予約も受け付け始めた。そのサイト上でアンケートを行うなど、利用者からのフィードバックも行っている。この配達システムがうまく機能しているのは、各工程におけるチームワークの良さと厳密な配達時間の管理、ムンバイに特徴的なモンスーンに見舞われた時でさえ中止すること、 なく配達が行われるるる信頼性によるものであるまた、配達サービスの緊密な網の目を構成する配達員には、ほとんど読み書きもできないものが非常に多く携わっているため、文書による情報のやり取りではなく、個々の弁当箱に小さく塗られた単純な色分けと数字によって届け先と受け取り人の識別がなされている。 通常の企業のような幾重にも階層化された経営体制もとっておらず、仕事はわずか3つの階層に分別される。かつては自宅と仕事場の間での連絡を取るため、弁当箱にメッセージを書いたメモを入れることもあったが、現在では通信手段の普及に伴い廃れている。大量の弁当箱を自転車に乗せるダッパーワーラー、この配達システムの中で働くすべての人は平等に、 扱われている。分業された核配達過程のうち何の作業を担当するにせよ、1ヶ月の賃金は約2000から4000ルピーとなっている。ダッパーワーラーは仕事を行うにあたり自転車2台と大きめの木箱、白いクルターパジャマー、同じく白でトレードマークのガンディートオピーといったある主催提言の投資をそれぞれが行わなければならない。この投資に対する利益還元は それぞれのグループの月ごとの売り上げにより決定される。ダッパーワーラーたちは、自分が担当する地域の地理にも、当然詳しく、ムンバイのように複雑な地域でも、目的へ要因にたどり着くことができる。また、各家庭から弁当箱を集めて回る担当者、それをオフィスへ届ける担当者は、それぞれの利用客と顔見知りとなっており、信用されている。配達員の多くは男性だが、 女性配達員もわずかながらいる。アメリカ・カリフォルニア州のシリコンバレーにおいてもソフトウェアの開発に従事しているインド人エンジニアたちの間でダッパーワーラーの弁当配達サービスが人気を集めている。英国のインド人小説家、サルマン・ラ・シュディによる悪魔の歌にもダッパーワーラーが登場している。主人公2名のうちの1人、ジブリール・ファリシタはダッパーワーラーの息子、 イスマー・イール・ナ・ジムッティーンとして生まれる。小説の中で、ファリシュタは10歳で、父の仕事に加わり、映画スターとして出世するまでムンバイのあらゆる場所へ、弁当を配達して回る。リテイシュ・バトラ監督の映画、巡り合わせのお弁当は、ダッパー・ワーラーによって誤って配達された弁当を、きっかけに、退職間近の孤独な初老の男と、家庭を帰り見ない夫に不満を持つ主婦が交流を、 深める姿を描いている。現在のダッパーワーラーが配達に使うのは、ステンレス製の円柱型で、内部が重箱状になった弁当館。その時には、交代士側がスケジュールを調整しなければならなかった。これは、ダッパーワーラーの厳密な配達時間に配慮したためで、ある mydabbala.com-bbcnews-india-s。 ティフィノワラスフュエールエコノミー日本円で約3700円7400円1ルピーイコール1.94円で計算ザ・ダビワラハズ・ムーブド・ツー・ザ・ベイエリアありがとうございます